どうも皆さん、歴史トラベルです。本日は山形県の戦国時代について取り上げたいと思います。はい、まずはこの地域の戦国時代の始まりから見てみましょう。15世紀中頃、現在の山形県にあたる出羽国南部では、室町幕府のもとに武州丹大、最上氏を頂点とした政治秩序が形成されていました。ところが、武州丹大は徐々に実質的権力を失い、その秩序は崩壊。伊達氏が堺氏をたびたび攻撃するなど、戦乱が常態化していくのです。では、早速各領主の動きを見ていきましょう。まずは、庄内地方の大宝寺氏です。藤島城主、土佐林氏を従えて、庄内の支配権を確立していた大宝寺氏は、やがて諸家の佐護氏氏とその覇権をめぐって対立するようになります。佐護氏、氏勝を討ち取るなど、当初は戦線を優位に進めていた大宝寺氏ですが、氏勝の後を継いだ氏房の下で、佐護氏氏が攻勢を強めると、次第に劣勢を強いられて、大良城への本拠交代を余儀なくされます。最上川を境にして、南北に勢力を持つ両者の争いは、一向に収まる気配がなく、対立はさらに激化していくのです。続いては、村山、最上地方です。この地域では、奥州管領、芝氏を祖とする最上氏が、一族、諸家を各地に展開し、勢力を誇っていました。ところが、天童寺など、諸家の多くが自律的な動きを進めたことで、最上、総領家の権力構造は、徐々に不安定なものとなります。さらに、栄章期を迎えると、最上氏の前に強敵が現れます。奥羽最大の有力領主、伊達氏です。陸奥の伊達郡を本拠としていた伊達氏ですが、その勢力範囲は沖多摩地方にまで及び、やがて最上領に対しても攻勢を強めていくのです。この結果、長谷道場を攻略されるなど、伊達氏の圧迫に屈した最上義貞は、種宗の妹を正室に迎えて、その勢力下に入ります。やがて、後継者を残さずに義貞が亡くなると、一族中野氏から2歳の幼児、後の義盛を新たな当主として迎え、最上氏は仕切り直しを図るのです。伊達氏で大規模な内乱が勃発します。種宗とその嫡子、晴宗の間で確執が生じ、間もなく戦端が開かれたのです。結果は晴宗の勝利。伊達氏の家督を確保した晴宗は、沖多摩地方の米沢に本拠を移すと、幕府より奥州丹大に赴任されたことで、その地位を確固たるものにします。ここで庄内地方にも目を向けてみましょう。相変わらず佐護氏氏と対立する大宝寺氏ですが、当主春時が若くして亡くなると、その弟、四郎といとこの九郎の間で後継者争いが勃発します。結果は土佐林前頭ら有力家臣の後援を得た九郎が勝利、義政と名を改めて当主の座をつかみます。やがて義政は隣国越後を治める長尾景虎、後の上杉謙信に従属することで、皇庫の憂いを断つと、北の由利郡、東の村山郡へ進出。最上一族、清水氏に攻撃を仕掛け、城主、義高を討ち取ると、間もなく、酒延城の酒延氏も屈服させて、順調に領国を拡大していったのです。そして、義政の後を継いだ義氏は、引き続き上杉氏の権力を背景に、庄内支配を進めますが、中心、土佐林前頭が自律的な動きを強めたことで、間もなく両者は衝突。最終的には、上杉氏の支援を受けた義氏の勝利に終わり、家中の中心であった前頭を排除したことで、その権力を盤石なものとした義氏は、さらに攻勢を強めていきます。しかし、大宝寺氏の拡大路線に対して、周辺領主の反感も強まるばかり。やがて、新当主、義明の下で、勢力を拡大する最上氏との抗争に突入するのです。自律的な一族をまとめきれず不安定な状態が続いていた最上氏ですが、義盛が隠居し義明の時代になると家臣団の編成に力を入れて徐々に勢力を拡大させていきます。ところがこのような状況で最上氏に激震が走ります。隠居した義盛が義明打倒を掲げて、なんと挙兵したのです。義盛は、義明の急進的な家中統制に反発する一族、国衆の多くを味方につけ、さらに娘婿の伊達、
テルムネの援軍も得るなど、戦線を優位に進めます。しかし、義昭も直進団を率いて、蓼氏の攻撃を何とか耐え抜くと、戦線は徐々に膠着化。ついにテルムネは、義昭との和睦を決意して、米沢へ撤退すると、天童氏と義昭との間でも和睦が成立します。追い込まれた義盛は、これ以上の抵抗を断念し、義昭は家督の座を盤石なものとしたのです。こうして、最上の乱を制した義昭は、上山氏を滅ぼすなど、立場を確立すると、西に目を向けて、庄内の大宝寺氏を新たなターゲットとします。勢いに乗る義昭は、佐護氏氏、木杉氏など、庄内北部の領主へ懐柔を進め、大宝寺氏への圧力を強めていくのです。すると、両者の戦いは、意外な展開で突如幕を閉じます。家臣、前森クロードの反乱によって、なんと、義氏が自害に追い込まれたのです。クロードは、東禅寺氏長と名を改めると、義氏の弟、義興を新たな当主に据えて、最上氏の影響下で体制を安定させようとします。こうして、ひとまず大宝寺氏との抗争に型をつけた義昭は、近隣国衆の攻略に本格的に取り掛かります。最初の標的、白鳥長久を山形城に呼び寄せて中殺し、八千城を攻め落とすと、間もなく寒河江氏も攻略。そのまま怒涛の勢いで天童城に猛攻を仕掛け、ついに宿敵天童氏も滅亡させたのです。さらに天童氏と関係の強かった細川小国氏を討伐すると、難攻不落の酒延城も攻撃し、城主、酒延秀綱の家臣化にも成功します。こうして敵対勢力をことごとく屈服させ、村山一帯の統一を成し遂げた義昭は、いよいよ庄内進出に本腰を入れるのです。再び庄内に目を向けてみましょう。東禅寺氏長に擁立された大宝寺義興ですが、越後の上杉氏と結び、その傘下の本庄氏より領主を迎えたことで、反越後派の氏長と激しく対立。大宝寺氏はまたもや騒乱状態に突入したのです。伊達、テルムネの後を継いでいた政宗の和平工作も実らず、衝突を続ける両者ですが、義昭の講演を得た氏長が猛攻を仕掛けると、義興は窮地に立たされます。頼みの上杉氏は、越後国内で柴田氏への対応に追われており、その支援を得られず、打つ手なしの義興は捕獲され、間もなく自害。義昭は家臣の中山明直を大羅城に置き、ついに庄内までもその支配下としたのです。まさに順風満帆の義昭ですが、ここで強力な敵が立ちはだかります。越後の上杉景勝、そしてその傘下の本庄重長です。義昭の侵略によって義勝が越後への逃亡を余儀なくされると、重長は早速反撃を開始、柴田氏の内乱を片付け、余裕が生まれた景勝の支援を得て、怒涛の勢いで庄内へ進攻します。そして十五里ヶ原の戦いで圧勝を収めると、あっという間に氏長を討ち取り、一転して庄内地方は本庄氏の支配下となったのです。この時、義昭は大崎氏の内紛への対応をめぐって、伊達政宗との関係が悪化しており、中山にて小競り合いが続くなど、庄内へ十分に力を注ぐことができませんでした。義昭の妹、そして政宗の母である保春院の仲介で、なんとか両者の和睦は成立しますが、庄内を失った動揺は大きく、すぐさま義昭は、畿内の豊臣秀吉に私選禁止令違反として、上杉勢の不当性を訴えます。ところが、景勝も周到な根回しによって、義勝を秀吉のもとへ上洛させると、結果は上杉氏の勝利。義昭は念願の庄内をわずか1年で失うことになったのです。やがて、出羽の戦乱も終焉を迎えつつありました。小田原、北条氏を滅ぼした秀吉は、全国統一を完結するべく、大上進軍。まもなく、東北諸氏に対する処分や配置替え、いわゆる、大牛置きを断行します。この結果、大羽も中央政権の枠組みに組み込まれ、剣地や刀狩りなど、全国各地で展開されていた諸政策が、出羽にも適用されたのです。ところが、こうした秀吉の強引な政策は、大羽各地の武士百姓の反発を招くことになり、まもなく激しい抵抗運動が勃発。庄内でも一揆が蜂起し、上杉方が接収した城を次々と包囲したのです。しかし、酒田に本陣を置いていた景勝は、冷静にこれに対処します。
すかさず最上川を渡り宝羅へ急行すると宝羅城にこもる配下の島津忠直と連携してあっという間に一揆を制圧。藤島城は一揆勢に制圧されてしまったものの、翌年には重臣直江兼続の活躍によってそれも解消させ、見事に庄内藤島一揆を鎮圧したのです。こうして大宇の一揆が全て収束したことで秀吉の全国統一はついに完成。最上氏は所領を安堵された一方で、小田原三人が遅れた伊達氏は本拠米沢を没収。また庄内一揆を扇動した疑いで本庄重長、大宝寺義勝伏も改易の浮き目に遭います。その後紆余曲折の末、米沢庄内は共に上杉氏の領国となりますが、豊臣秀吉が世を去ると情勢は再び激変。俗に北の関ヶ原と呼ばれる上杉氏と最上氏の激戦を経て、出羽の国は新たな時代を迎えるのです。